それでは線形代数1の第7回の授業を始めたいと思います。まず前回のまとめです。前回は連立一次方程式を中心に扱いました。で、拡大係数行列を作ってですね、そこからその拡大係数行列の簡約階段行列っていうのを計算することによって、連立一次方程式を解くという解き方について解説をしました。それからと正次連立一次方程式とその基本解について紹介しまして、最後に数ベクトル空間の規定の個数の一次性について紹介をしました。で、今回ですけれども行列の回数ランクの話をしたいと思います。で、このランクの情報によってですね、その連立一次方程式の解がどう存在するか、解が存在しないか、あるいは一通り存在するか、あるいは無限個存在するかといったようなことが分かるようになります。で、あと今日は最後の方で行列式の導入の方をですね、説明したいと思います。それではまず行列の回数ランクの話からですけれども、教科書は50ページの第 2.4 節から必要な人は見ながら進めてください。で、まずここではですね、列基本変形という変形を扱います。で、これはどういう変形かというと、連立一次方程式を解く前にですね、我々行基本変形というのをやりましたよね。ある行を何倍するとか、ある行を何倍かして他の行に加えるとか、で、そういった操作があったんですが、全部これの列版だと思っていただければ結構です。で、具体的に言うと、次の3通りの変形があります。1番目は、ある列を C 倍するですね。で、2番目は、第 I 列と第 J 列を入れ替える。で、3番目は、第 I 列に第 J 列の C 倍を加えるということで、今までその行基本変形でやっていたことを全部行を列に改めてやるもんだというふうに思ってもらえれば結構です。で、そして、これ列基本変形っていうのはこの一個一個の変形のことを言いますけれども、実際の計算ではこの列基本変形を何回も何回も繰り返して行列に施すわけですね。で、その繰り返して施す操作をここでは列変形ということにします。実はこの言葉は教科書には書いていないんですけれども、実は行変形という言葉があるんですね。行基本変形を繰り返すことを行変形と言いますよって教科書にあるんですが、列基本変形を繰り返すことについては何も言葉がないので、一応曖昧さはなくですね、言葉を概念を伝えられるように一応言葉を作っておきます。で、列変形はだから僕のこの授業でしか通用しませんけれども、一応そのつもりで言葉を使ってください。はい、そしてこの列変形なんですけれども、行基本変形をやった時と同じように、その基本行列をですね、かけることで、列基本変形を行うことができます。で、大事なことはその行基本変形の時には基本行列を左からかけていたと思うんですけれども、列基本変形では同じ種類の基本行列を右からかけるということに注意してください。左からかけると行の変形ができる、右からかけると列の変形ができるということで、なんでそう違うのかっていうのはですね、多分皆さん各自で行列の掛け算を実際にやってもらうと、確かに右からかければ列の変形になっているんだなってことは分かると思いますので、ちょっとそれはちょっと皆さんに委ねますので、各自で確かめてみてください。で、基本行列の仕組みはですね、行基本変形の時と同じで、行に対する操作が列に対する操作に置き換えられただけです。ということで、今後はですね、この行列 A に対する列変形を、この基本変形を繰り返して、行列 A に右からかけるという操作に帰着させます。はい、そしてまずですね、大事な定理があります。これ定理51ページの定理 2.7 ですけれども、行列の回数標準形という定理です。で、これはどういう定理かというと、一応読みますと、A を行列 A ですね、これを M 行 N 列の行列としますと。で、それに対して、ある B、これは M 字の正則行列ですね。それから C、これは N 字の正則行列が存在して、この B か、BAC って書いてますけど、 B を A の左からかけて、で、C を A の右からかけると、
をこの R 字の単位行列になる、まあ、こういう形にすることができるというのが、この定理です。ですので、その、まあ、あらゆる行列はですね、まあ、この左上に何か単位行列がこう残っているような、こういう形に変形することができるというのが、この定理です。で、その証明のポイントですね、実は証明はですね、この証明に関しては、この教科書では定理 2.7 の上の、51ページの一番上の5行ぐらいにこうまとめて書かれていますので、一応、まあ、その証明のポイントをこちらのスライドで紹介しておきたいと思います。まず我々が知っていることはですね、その行列 A に対してその行変形を行って簡約階段行列を作れるってことをやりました。で具体的にはなんかある M 次正方行列をこう A の左からかけることでそのBA が簡約階段行列にできますよっていうことをやっておりました。で、まあ、ここでは一応その時の階段の段数がですね、この R 段あるものとしましょう。で、次にこの簡約階段行列に対してですね、その列の入れ替えを繰り返します。列の入れ替えを繰り返すと、その階段をですね、こう左上にこう全部集めることができるようになります。もう一回この簡約階段行列の形に戻って考えると、まあ、例えばこの列ですね、2段目階段2段目のこの列を例えばこの第2列と交換する、これは列基本変形でできますから、それを交換するとこの階段の2段目が第2列に来る、で同じようにして階段の第 R 列までをこの R 段目か R 段目の列までをこの第 R 列に持ってくるというふうにする、こう行の交換を繰り返すことでこの階段をですね、こう左側に全部寄せるわけですね。で、これは全部列変形、列基本変形の繰り返しでできますので、それはある行列の形でこう全部書き表すことができます。この時、まあ、使った列変形をに使った行列をまとめて、まあ、C1 というふうに書いておきましょう。これが2ステップ目ですね。で、最後のステップはどうするかっていうと、この R プラス1行から N 行、ごめんなさい、R プラス1列から N 列のこの部分が、まあ、もしかしたらこうゼロでない要素が入ってるかもしれないと。で、これを全部ゼロにしてしまえばいいわけです。で、どうやってゼロにするかっていうと、例えば第1行の要素、こう成分ありますよね、こう成分あると、これはですね、実は第1列、これ第1列って10000という基本ベクトルですから、これをこう何倍かして、このちょうど例えばここの要素ですね、R プラス1列の成分がこう0になるように何倍かして加えると。そうすると、この例えば1と R プラス1のこの成分を0にしてしまうことができます。同じようにして、この第1列を何倍かして、この他の列に全部足していくことによって、まずこの第1行の成分を全部0にできると。で、第1行の成分が0になったら今度は、第2行の成分を0にしましょうと。どういうふうにするかっていうと、この第2列ですね、第2列はこの010000っていうこういう単位基本ベクトルですから、これを何倍かしてこう0でないこの辺の列に全部加えていってですね、第2行も0にすることができると。で、同じことをこう第 R 行か R 行の方まで全部繰り返すと、ここにある非0の要素っていうのを全部0に直すことができます。しかもこれっていうのは、ある行に何か定数倍かけて、で、他の行に加えるっていう操作なので、先ほど言った列基本変形なんですね。ですので、これ列基本変形の繰り返しで、このポチポチポチとなっている部分を全部ゼロにすることができるというわけです。でそうしますと、まあ、ちょっとそれをですね、文章で書いた部分がこの辺ですので、ちょっとこれはまた後で確認しておいてください。でその時のそのこのですねポチポチの部分を全部消した時に、行った列変形をまとめて、まあ、例えば C2 という行列で表したとしましょう。でまあそうするとこういう形でこう BA に右から C1 と C2 って行列をかけて、まあ、こういう行列が得られたものとします。でこの時この右からかけた C1、C2 というのは正則行列だから、これをかけた C1×C2 を C と置けばですね、
真はまた正則行列になって、よってこういう形になります。A に左から B をかけて右から C をかけたものがこういう形の行列になりますよっていうふうにこう表すことができるというわけです。はい、ここまでよろしいでしょうか。これでとりあえずこういう形の行列が必ず得られるということがわかります。